はい、今回のこの動画では皆さんに順動詞に関するアドバイスを一つね、したいと思います。はい、今回ね、問題が一個だけばーっと前に書いていますんで、画面を一回皆さん止めてもらって、ちょっと考えてください。 はい。大体答え分かりました今回の文章は I never dreamed of んっていう風な文章があって、で、ね、選択肢が1番、2番で2つありますよね。で、どっちが答えなんかっていう風な話で、今回言ったら1番の選択肢でさ、ゼアってやつが入っちゃってるから、いや、このゼアビーイングなんか形気持ち悪いやん。だから2番ちゃうかなと思った受験生絶対にいっぱいいてると思うんですよ。はい。いやねんけど、実際答えから言うと1番が正解なんですよね。 なんでなんと。こんな形見たことないわ。あったとしても気持ち悪すぎるやろうと思う人も何人かいてると思いますんで、なんでこれが正解なのかっていうのを順動詞ってそもそもなんなんっていうところから皆さんに説明したいと思います。はい。今回のテーマなんですが、順動詞っていうのは元の形から絶対に考えてくださいっていうのがテーマになります。そもそも順動詞ってなんなんって話なんですが、順動詞っていうのは動詞がまず形を変えます。例えば前に to がついて不定詞であったりとか、ing がついて分子とか同名詞とか分子構文とかね、みたいな感じで形を変えるんですよ。 なんで形変える必要あるんかって言ったら、俺動詞じゃないんやでっていうアピールをするために形を変える必要があるんですよね。はい。例えば今回の問題やったら、オブっていう前置詞がありますよね。前置詞の後に空詞を来けるわけですから、前置詞の後は、もちろん、名詞ですよね。ここに動詞なんか入るわけないじゃないですか。なんで動詞が形を変えて、俺今回動詞じゃなくて名詞やでってアピールをしてるわけ。だから、1番も2番の選択肢も両方とも b e イングっていうふうに ing になってるんですよね。ただ、その中でもなんで1番が正解なんかっていうのを簡単に説明して 説明しますんでこっち側見てくださいさっきのテーマであった通り純動詞っていうのは元の形からちゃんと考えてあげましょうじゃあ純動詞って元々何なのかって言ったらさっきも説明にありましたが元々動詞なんですよここまでは知ってる人結構いてるんですがその次ですね動詞ってことは前に何がありますか V の前って何ですか ?V の前はもちろん S ですよね。順動詞ってのはもともと動詞。つまり動詞には必ず主語があるわけ。元の形から考えましょう。もともと SV っていう文章があって、その動詞が形を変えるんですよね。今回やったら VING や。元の形を考えたら、もともと動詞。動詞にはもちろん主語があるわけ。だから形が変わったその先でも主語って残ってるんですよ。これのことを意味上の主語って言ったりするんですよね。はい。ここまでしっかりと考えてあげた上で、じゃあこの問題見ていきましょう。 今回、their being であったり being ってなっていますが、最初から being やったわけじゃなくて、もともと何なのかって言ったら、これは be 同士なんですよ。簡単に is で置き換えますね。はい。なんで、分かってきましたよね。their being じゃなくて、これもともと t h e is なんですよ。t h e ズ r is 公文皆さん見たことありますよね。リンゴがありますみたいなやつです。はい。一応は t h e ズ is って来てるわけやったら、t h e ズ is その後が主語になりますよね。なんで、such a place っていう文章続いてますが、もともとは t h e ズサ is such a place そのような場所が、 ありますっていうふうな役になるんですよ。OK? そのような場所があると私は夢にも思わなかったっていうのが一番の選択肢。それに対して二番の選択肢は、いずですよね。いずってことはもともと動詞なわけですから、主語があるはずや。じゃあ前に主語を探しに行ったんですけど、ないんですよね。なんでないんかって言ったら、 主節の主語と一緒の場合は、ここの主語は省略できるんですよね。なんで、いずの前に主語ないように見えるかもしれないんですけど、実際にはこれ主語私です。つまりこれ当てはめてみると、私は場所です。私は場所です。これ意味あります おかしいですよね。私が場所なわけないから2番が×で答えは1番なんですよ。はい。ここまでで分かりましたよね。順動していうのは元々の形から考えてあげればなぜそれが答えになるのかっていうのは見えてくるんだと。じゃあ練習問題としてこの下の問題皆さん考えたらもう分かるはずです。これは元々の形から考えましょう。being, there being ってありますが元々はこいつらは is であると。はい。2番の選択肢やったら there being じゃなくて元々は there is no bus service ですからバスのサービスがないっていうふうな訳になりますよね。 それに対して1番、イズノーバーサービスですから、イズっていう動詞の前にはもともと主語があるんだけど書いてない。なんでかって言ったら、主節の主語と一緒だから。で、当てはめてみると、私たちはバスのサービスではありません。意味がわからないですよね。バスのサービスがない。だから私たちはあるかなあかんっていう文脈なんで2番が正解になるんだ。これが順動詞を元から考えろって話になります。